本の火柱がメラメラと燃え盛り煙が立ち昇る。俺は今揺れる小舟の上、ガンジス川を下ってる。細い路地裏にわしを待つ老人の群れ、座ったまんまで動かない。痩せこけた右手を道行く人に出し、小銭を手のひらに掴む。俺は船を降り3時間近く、焼け崩れる真っ黒い人間を見た。神様はどこにいるのかと尋ねたら、老婆は自分の胸を刺した。笑いながら自分の胸を刺した。バイバイガンジス大いなる川よ、バイバイガンジス何も教えてくれない。鮮やかな色に包まれた女たちは、今日も明日もこの川で乳房を洗う。今日も明日もこの川で乳房を洗う。肩もなく白い灰になり、黄土色のガンジスに流された。分かっちゃいたけど人間ってやつが、確かに目の前で灰になった。裸足で牢を漕ぐ老人が、憂い顔で俺に笑いかけた。深いシワを顔中に刻んで、死んだら灰になるだけさと笑った。旅をするのは帰る家があるからだ。さすらいの旅ほど寂しいものはない。と虚しさに突き落とされそうになったけど、死んだら灰になるだけさと笑ってみた。死んだら灰になるだけさと笑ってみた。バイバイガンジス、もっと生きようと。バイバイガンジス、俺の命が叫ぶ。さよなら名も知らない死に人たちよ、あなたのように強く死ぬまで生きようと。あなたのように強く死ぬまで生きようと。
の川岸に並ぶヒンズー寺院、一群の牛を引く少年、大きな瞳で手を上げた時、なぜに俺は目をすらしたんだろう。俺は再び小舟に乗り、ポケットのハーモニカを吹いた。悠々と時に任せて音を飛ばしたら、生まれてきて本当によかったと思った。ガンジスは何故よどんでいるのか、なぜ聖なる川と人は呼ぶんだろう。考えながら仰向けにひっくり返ったら、やけに空は高く青かった。やけに空は高く青かった。バイバイガンジス、お前は黙ったまんま。バイバイガンジス、答えなど初めからない。あるのは今、確かに俺ここにいる。そして明日東京へ帰る。そして明日東京へ帰る。バイバイガンジス、もっと生きようと。バイバイガンジス、俺の命が叫ぶ。さよなら、名も知らない死に人たちよ。あなたのように強く死ぬまで生きようと。あなたのように強く死ぬまで生きようと。バイバイ